はい、こんにちは、ライムです。ということで、全人類待望の 9.5 周年、選べる D 格、ライムも交換してみよう。ということでね、昨日、9.5 周年装備交換所の選べる D 格のおすすめっていうね、動画をアップしました。まあ、この交換所だけじゃなくて、すべての、今実装されてるすべての D 格についての選び方とか優先度とかそういう動画になっているんで、まあ、今回の交換所に限らずですね、ドリセレとか、あと今後のね、新しい D 格が出た時の指標にもなると思うので、見てほしいなと思う。コメントもね、まあ何件かいただきましたが、すごく参考になったっていうコメントが多いのでね、まだ見てない方はぜひご覧いただきたいなと思う。で、いよいよ、まあ今日ね、ちゃんとログインしてれば今日配布されているはずなので、はい、まあ、ちょっと仲間のうちではログインし忘れた日があったのか、自分のボックスに届いてないですっていうのがあったけど、まあそれは単純にログインしなかった人っていう今日届いてなかった人はもうログインしてなかったんだなっていうのがもう丸分かりなので、そこはねしっかり毎日ログインして D 格ゲットしてください。はい、で選ぶ D 格なんだけど、さっきねラインナップ見たらなんかね欲しいのないわ欲しいのがことごとくないわ。やっぱねラインナップ古いんだよね。古くてもうもうほぼ完全消去法、選択肢がないのなさすぎるので、バルバリシアとかシドとかね。で、バルバリシアもさ、D 格いいかなと思ったんですよ。なんか今後、ほら、あれが来るじゃないですか。もう決まってるもので、天命、魔導士。で、1と2で分かれるってことだから、もしかしたらバルバリシア使うタイミングもあるかもしれないなと思って、まあ、バルバリシアの選択肢も全然あるんだけど、バルバリシアってね、D 格、それこそ昨日のさ、その動画の話じゃないけど、2つあるんだよね、バルバリシアって。ね、さっきの今交換所にあるやつが第一 D 格、古い方の D 格なんだよね。で、古い方の D 格とその第二 D 格、明らかに第二 D 格の方がね強いんだよね。こっち第二 D 格はダメージ軽減バリア消費時に追撃ウィンドカッター、使用時に使用回数に応じて自身の風属性アビのダメージアップ中5段階ということで、これ中だからさ、5段階だから多分アビリティブースト的な伸び方していくのかな。1.05、1.1、1.05、1.2。で、最後の5回目で 1.3? みたいな伸び方するんだと思うんだけど、これがですね、まあ、こっちの方が強い。まあ、なんでかっていうと、その、バルバリシアのね、シンクロにこれがあるんですよね。レイジングウィンド。これがダメージ軽減バリア付与状態のみ、シンクラビ使用するたびに ATB 蓄積時間を短縮するっていうもので、もう D 格発動の時に軽減バリア貼れる、こっちとすごく相性がいいし、このモード2の追撃ね、これダメージ軽減バリアを4回発動するっていう、4回まで発動するっていうものになってるんで、シンクロ右アビ打つよりかはもうこっちの、どうせなら軽減バリア消費時にダメージも上がっていく、こっちの方が絶対いいじゃないですか。で、シンクロアビーは結構そのダメージの火力も伸びにくいっていうところがあるんだけど、この D 角の効果でねダメージアップ中までいくってことを考えたら全然強いじゃんっていうところで、なんだけど交換所にあるのは第一 D 角、こっち軽減バリアも特にない。まあ普通に、まあもう2回放つがつくだけでもだいぶマシかなっていう印象はあるんだけどさ。まあ、っていうのと、あとシドの D 格、シドの手持ち見たらこんなんだったわ。なぜか覚醒だけ所持してるっていう。これ多分ね、無料ガチャかなんかで拾ったやつじゃないきっと。そう。シドがこんな感じで、まあここに D 格取ったとてだよね。別に、なんか、雷属性キャラだったら他のキャラどうせ使うしみたいなところで使わないよなと思って、で、あと天命機構士とかももう終わってるからね、
今後使うこともないだろうなっていうことで、まあ、シドは外れる。だから今の候補としてはバルバリシアと、あと何？スーパーモンク。スーパーモンク持ってなかったけど、スーパーモンクもこれなんだよね。この状況で D 格取ったとてじゃない？天命モンク終わってるし、あとまあ FF1 のクリダンもあるけど、FF1 のクリダンでスーパーモンク使うかって言われると、もう多分ね、パーティー決まってるんだよ、僕の中では。もう、ヒカセンと、ウォルト、シーフと、セーラと、あと、バフデバフ要因のマトーヤになってるから、スーパーモンク入れる余地ないよねっていう。スーパーモンクの D 格はね、まあ普通の。まあ、モード2でフルバフはあるんだけど、それこそさっき言ったように、マトーヤだったらフルバフ以外にも、その、全属性耐性ダウンとか、まあその他のバフ、弱点ダメアップもあるのか、まあ当やみたいなものもあるから、別にそっちでいいよねってなっちゃうからっていうので、スーパーモンクも大変微妙で、あと選択肢として誰がいたっけな、あストラゴスか、ストラゴスと、セリスも天命魔法剣でもう終わってるからな。ストラゴスも一応天命魔導士でワンチャン使えるかもなっていうところがあって、ただストラゴスについては風じゃなくても水属性の方持ってるから、これ風属性 D 格ね、そう持ってるから、んーまあ別にそっちでいいかってなるかもしれないし、だったらまだ D 格も一つも持ってないバルバリシアになってくんのかなとか、まあこの辺にね、ティファなりアンジールとかシドとかいるけど、この辺もさ、結局天命竜騎士に天命魔法剣に天命文句でしょ、でセブンのあれも終わってる、でイリーナ天命貴公子でしょ、天命シューターか、まあいずれにしても終わってるみたいな状況でしょ、で FF8 だったらイデアだけど、まあ一応これ天命魔導士、天命暗黒あんのか知んないけど、魔女か、あいつ。暗黒でも使えるのかもしんねえけど。魔女か、あの人。イリアってそういえば魔女だった。一番魔女らしい魔女だったの、そういえば。代名詞みたいなキャラだったな。魔女だね。で、ガブラスも、これ第一D 格で、第二D 格の方持ってんだよね。から、いらないでしょ。14、15もない。14ない。であと、霊式もない。外伝。セラフィー持ってる。ジョブ。弟子。これも弟子も第二 D 格持ってる。ってなると、もうほぼ選択肢ないな。バルバリシアか、これ。バルバリシアだな。使うかわかんない。一生使うかどうかも怪しいやつ。怪しいやつね。これで天命魔導士でバルバリシアが来るかどうかだね。仮に来たとて、別に他のキャラが強かったら他のキャラどうせ使うしね。もしかしたら一生使う機会のないかもしれない、このバルバリシア D 格。もらいます。まあ、これ無料だからね。無料だからさ、別に文句言うことじゃ全然ないんだよね。まあ、ありがとうという感じなんだけど。まあ、何も、なんか、戦力強化につながったかといえば、全くそんな感じはしませんが。とりあえず私はこんな感じですね。これ見てる人は何にも参考になんないよね。本当に残された数少ない選択肢の中から選ぶっていう何にも手持ちの強化にならないチケットの使い方でしたが、皆さんはね、昨日アップした動画を参考に皆さんの手持ちの強化になるようなものをぜひ選んでほしいなと思います。といったところで、今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。